っと車見つけたの。袋を4に連れてきたら止めたとこがわからんの近い。さっきつった6000円いるごつなって ATM に行ってかや金下ろしたっちゃけんの、まあ、ついでに宮銀の残高を見ようかと思って宮銀の ATM 行ったら、まあ、おばちゃんが3機あって3人で独占しとってですよ。これ待っちゃったらもう何回もあれ通帳入れてからやれたら1人2回ぐらいまでしろ状態よね。たまらんわなってるもん。で6000あ1万円下ろして6000円で宝くじゲットしました。これで来年はもう働かんでいいかな。この前あるとこ行ったんですよ。そこ大きな位置からちょっと旧道に入ったところで、その旧道はちょろっとしかねえんじゃけんの、そこでそこ行ってちょっと撮影しようかなと思って車降りてうろちょろしよったな。ティッシュがいっぺん落ちちょっとですわ。なんかどうしたもんかこの。ところでせんでホテル行ってやれよと思って撮影しとったっちゃけんど帰りがけんティッシュのとこ見よったらありましたわ、使用済みのほにゃららじゃなくて。うんこがありましたね。そんなとこでロブソそんな状態ですかね。あティッシュ買った時間違いなく人間のうんこですよね。まあ俺もトラックの乗っちゃった時は何回かロブソしたから人んことは言えませんけど、仕方ないですよね。
この前あのスキヤに行ったんですよ。2、3日前ですね。10月に行った時はあの500何倍やったんですよね、牛丼の波が。でその後行ったらいくらやったかな、430円やったかな。で2、3日前行ったら400円になってるんですよね。あれ何でですかね。もしかして売る人間によって値段が、店員によって売る値段が違うじゃねえかと思いましたわ。マンション建設中です。YouTube でニュースを見よったっちゃけんど、な元自民党の国会議員が出てって、裏金問題のこと言ってましたけど、なんか政治には金がいるんですよって、なんかの調べによると歳出歳入で600円の赤字なんですよって言ってましたけど、まあ、600万も赤字するのにあんた2期もやったんかいってことですよね。仕事したら赤字になる仕事は息子に継がせるもんかち。まあ裏金はじゃけんどん、まだそこかい金が入ってくるっちゃろうね。まあこの事件も安倍晋三が総理やったら、まあ、特捜の人事異動での時に
有力な市会議員に金を渡すために、これで票を取りまとめてくれっつって、選挙前なら選挙期間中とかあれでしょうね、地元の国会議員より市会議員の方が立場ついちゃろね。あと安倍晋三やら岸田が海外に行って日本国民のことには何もせんで、海外って金をばらまきよるから、なんでかと思ったら、まあ、国際法で禁じられとるとか言ってましたけど、紐付き ODA らしいですね。持論としては、国会議員が卑しいんじゃなくて、卑しい人間が政治家になるってことですわ。いいとこもこのあとカードだけど、大体水戸黄門は満遊してないですよね。水戸から出たことないじゃないですか、ね、まあ江戸ぐらいには行ったかもしれんけど、でそれでのあの家に帰りる間ずっとそれが面白いして、いろいろ考えたら、まあ、水戸黄門の撮影時間、遠野英二郎が来たったねとかと思いました。まあ、あれ
生してるんじゃないですかね。まあ、林道やら